や聞いてあるゲームですよ。アークやってきたと思います。今日はですね、フィヨルド5最後のアーク1のコンテンツになると思われる新恐竜の追加について、結局どうなってんのという形で現状の深掘りをしていきたいと思っております。一応ですね、アーク2に、まあ、今後はですね、新ソフトに今後は移行するという形で、アーク1はそろそろ終わるよという流れがね、運営作っているんですが、一応最後の最後にコンテンツが一つ残っておりまして、新恐竜が、そこら辺のね、現状であったり今後の予想というものをね、していければと思っております。ということで本日の目次はこちら。1つ目アーク1最後のコンテンツ、2つ目リリースについて、で最後に今後の予想をやっていきたいと思っております。で、1つ目にアーク1最後のコンテンツというところなんですが、さっきもちらっと言ったんだけど、アークに関しては今後ですね、もうアーク2というね、新しいゲームソフトに切り替わりますので、もうですね、残念ながら、アーク1の新マップ実装とか新イベント、まあ、イベントシーンっていうよりかは新しいスキンとかチーペットっていうところがなくなっていくという形で、まあ、基本的にはもう完全にアークの、まあ、最初のアーク1ですね、今僕らがやってる例えばここはフィヨルドのこのアークに関しては、一旦ですね、新規コンテンツの提供が終わって、今後はですね、アーク2という新しいゲームソフト、次の後継作品に向けて進んでいきますよというですね、2022年の流れになってるんだけど、今回ですね、ピックアップして注目した話をしたいのは、そこの流れの中で最後にですね、新コンテンツが実はアーク1隠されているというか、やるよって言われておりまして、それがですね、今ずっとこれギガノトをね、見ているんですけど、このギガノトサウルスの親戚の恐竜、カルカロドントサウルスというものがございまして、そいつが実装ですね、新恐竜実装予定なんですね。で、これ一体どうなってんのというところで、僕は結構楽しみにしていて、恐竜戦というのは2回連続2位になっちゃったから、そこら辺でね、実際に人気あるでしょというので、実装がね、決まったんだけど、全く話が見えてこないで、俺は2回とも選挙はカルカルドントサウルスに投票しておりますので、ちょっとカルカルドントサウルスいつ来るんだいというね、僕の、待ち遠しいですね、気持ちが入った動画となっております。ということで、アーク1の最後のコンテンツっていうのは、マップではなくて、新恐竜、カルカルドントサウルスというですね、今これはまあギガノトサウルスなんだけど、こいつの親戚の恐竜が実装されますよといった形の今後の流れとなっております。なので、こいつがどうなってんのという、誰も知りません、はい、一切情報が出ていないので、これどうなってんのっていう感じになってます、はいっていうところなんですよ。で、カルカルドントサウルスに関してはですね、結構最も逆輸入みたいな感じなんですよ。アディショナルクリーチャーズ2とかにもいたので、まあ、そんな感じでやっぱりですね、レックスと同じような形で日常的にボスとかでも使いたいよねと、まあ、ボスに使えないからギガナとはね、そういった制約がある特殊な恐竜ですので、ボス恐竜みたいな感じになってますので、フラットに使える、まあなんていうかな、ティラノサウルス、レックスとかのパターン B みたいな感じの立ち位置で、まあ、今後は実装されるんじゃないかなっていう形なんですけど、ちょっとですね、そのカルカルドントサウルスが今のところ落とさたないよねみたいな感じになっているんですよ。で、2つ目にリリースについてというところをですね、もうちょっと詳しくやっていこうと思うんですが、で、まずね、最初にリリースされたのが確かですね、ディノプテクス、ロストアイランドの新恐竜が恐竜選挙でディノプテクスに決まった後に、カルカルドントサウルスもやるぜみたいな話をしてたんだよね。なので、そういった話の中で、確かまあロスアイランド以降なので6月とかかな、2022年のっていう感じなんだけど、それ以降がですね、全然ですね、音沙汰がないんですよ。で、その時の発表としてはどういう話の内容だったかと申しますと、一応ですね、2022年の後半には出すとおっしゃっておりました。はい、おっしゃっておりました、はい、2022年の後半ですね。今撮影してるのが7月28日、もう8月だよね、そろそろね、うん、ということでね、どうすんのっていう形にはね、なっているんですけれども、はいそろそろ告知来てもよくないっていう感じで、もうそろそろなんなら10月からハロウィン始まるんだけど、あれ今後どうするんだろうみたいな感じでなっているので、まあ、僕としてもですね、結構今後の流れがどうなっているんだいっていうのがかなりね、気になっている次第ではあるんですよ。
で、まあ、今回のね、この、まあ、カルカルドントサウルスに関しましてもちょっとですねあれなんですよ、情報が少なすぎるっていうのが第一にあるので、まあ、そこがマジで一番ねめんどくせえところなんですよ。なのでもうどうするのっていうのがポイントとしては多いんだけど、一旦ですね出ることは確定します。これは出る出ないどっちなのっていう情報じゃなくてリリースはまず確定してるんだよね。出すっていうのは確定していて、でおそらくあらゆるマップに出ると思います。レックスとなんなら二分するぐらいのスポーンで出てくるみたいな感じで、情報のソースとしては一回ね運営が間違えてフィヨルドのランにカルカルドントサウルスを入れたんだけど、その時入れた時の枠がユニーククリーチャーという形で、まあ固有生物、例えば今回のフィヨルドだったらフェンリルとか、あとはフィヨルドフォークとか、そういったところの、まあ限定生物のランではなくてユーティラヌスとかレックスとかギガとかスピノとか、そういったあらゆるマップに出る一般生物の枠に入れていたんだよねっていうのがちょっとバレたから、おそらくギガノ島とかレックスみたいな感じで出るんだと思うんですが、そんな中で、今のところですねリリース情報は一応続報はないです。でもう一回言うけどもう8月です。はいおいこれいつ来るんだよ、いつになったら俺は待ちに待ってカルカルドントサウルスをテーマできるんだということになっているんですが、現状としましてはそのような形でリリースについては、一切未定でございます。で、ポイントとしてはですね2022年の後半にリリースをするという形で、おっしゃっておられるんですが、まあ信じれるかというと、まあ約束を守った試しがあまりないのでアークの運営はね、なので一応まあそんな感じに、はい、なってますでやっぱ立ち位置とかもねギガノトサウルスっていうのは特別にボス仕様でこんな感じででかいから、通常のなんていうかな実物大のギガノトってこんなでかくないのね。レックスと同じぐらいの大きさなんだから、結構わざとボス仕様で作ってるんだよね野生の。なので今回はさっきもちらっと言ったんだけど、レックスと役割を二分するような形で、まあ通常のボス戦とかでも使えるような形の、まあ、なんていうかなノーマルな強い火力キャラみたいな感じの立ち位置で多分ね持ってくるんだと思うんだけど、まあ、それが全然来てないからどうすんだろうなっていうところと、まあ、さらに、まあ、新恐竜入れたとて新マップほどの力はないからどうするんだろうなっていうような考えもあるし、でアーク2は延期するしみたいな感じで、ダメだよくわからんっていう形になってます。ただまあロストアイランドとイフヨルドというリリース日を守ってきた最近のね2021年以降の運営に関しては、もし信じれるのであれば、おそらく新マップがフィヨルドで終了なので、その、フィヨルド後の、まあ、2022年の最後のコンテンツ、いつもだとマップを2つ出してたんだよね1年の中で。なので今回に関してはフィヨルド後何もアップデートがないどころか、サマーバッシュがアーク2の開発の影響で人員が足りなくてアーク2にエンジニアを回すので、ちょっとサマーバッシュまで手が回らんので簡易的なイベントにするという形になってるんですよ。なのでそれを考えますと、カルカルドントサウルスどないなってますねんという形になっているんですよ。でさらにそういったイベント簡素化してみたいなことをやっているので、まあ2マップね毎年出していたところの1年の後半のパンチ力がアークのまあなんていうかなコミュニティの中で全然ないから、まあ、ちょっとね飽きが来ちゃったりとかしちゃうんですよ。なのでそこら辺踏まえ盛り上がりにかける2022年の後半という形でそのままアーク2に入ってしまうと、かなりね尻すぼみになってしまう可能性もありますので、ちょっとね僕的にもなんか微妙な感じ、良くない流れになっているなと思っているので、そこがこのリリースのタイミングとかリリースの情報とか出して盛り上げていかないと結構厳しいのかなと思ってます。一応2022年は多分出ると思うんだけど、なんだけど情報が全く出ないのがわけがわからんっていう感じですね。普通だと、まあ、結構出るから、まあ、フィヨルドとかロストアイランドでさえね多少情報は出ていたのでジェネ2ほどではないですかね。なんですが全然出てないので、マジで何がしたいのかがよくわかりません。はい、
まあ、あのバグがやばいのでバグに追われているような、ね、状況かもしれないですね。恐竜のスポーンとか全然治ってないしっていうところなので、ちょっとね現状としてはリリースは一応2022年後半なんだけど、2022年の12月31日も2022年後半だし、2022年の8月1日も、2022年の後半という形で、まあどっちになるだろうねみたいなっていう感じになっております。ということで、最後に今後の予想をやっていきたいと思います。で、今後の予想なんだけど、どのような形になるかと言いますと、まあ多分なんだけど、まあ、出るっちゃ出ると思うんだけど、まあただ俺的にはまああの一つね、あの打開策というか、あのよく言ってることなんだけど、もう一個マップ出さね、モッドマップから輸入してラグナロクとかフィヨルドとか、 あとはなんかバルゲロみたいな感じでって思ってるんだよ。なのでそこら辺ちょっとワンチャンどうにかしてくんねえかなっていう風に思ってます。じゃないと多分アーク続かないから、さすがにもう7年もね、あの同じゲームをこすり続けてるのでっていう感じで、最近ですね、なんと最近っていうか数ヶ月前にフィヨルドでモッドマップとかの新マップ実装が公式版ね終わったはずなのに、新しいマップ、新たなマップがですね、実は公式のアーク運営からですね、なんとスポンサードされた、スポンサーを受けた、ね、マップがあるんですよ、モッドマップで。それがタイタンと言いまして、そのタイタンがですね、俺的にはもうジェネシス2 あの完成版としてもうあのリリースしていいんじゃないかなというふうに思ったりしてますので、そんな感じでワンチャンね、俺はね、そのタイタンっていう無料マップめちゃくちゃ面白そうだったから、ちょっとねそこら辺の探検とかね冒険とか行ってみたものは動画詳細欄に置いてますので、タイタンの探索に関してはねすごくね面白い要素があって楽しめそうなマップではあったので、出しちゃった方がいいんじゃねというふうに思ってて、今のままだと多分やばいからアークで、ちょっとね現状なかなかあの良くない、ね、流れに、あのバグのせいでサマーバッシュもまともにできてないという状況になってますので、ちょっとねカルカルドントサービスだけではねもうどうしようもないところに来てるんじゃないかなというとともに、カルカルドントサービスの情報がそもそも出てねえから、そのボルテージも上げてないから、コミュニティのなかなかちょっとやばいんじゃないかなっていうふうに思ってるんですが、僕的にはあの非常に楽しみなのでいつ出るのかなっていう形になっております。で、僕もね情報はまだゲットできてなくて、一応、まあ、なんかコミュニティであった情報としては、あのそろそろコミュニティクランチ出るんじゃねみたいなのが直近のコミュニティクランチのコメント欄に英語で書いてあったので、まあ、そこら辺が、まあ、あのそろそろ情報出るんじゃないかなっていう、その海外のユーザーの人の予想が当たってればいいなと思っている次第ではあるんだよね。なかなかねあの情報出ないしバグが多いしで、なかなかうまくねあの使えてないような状況ですので、あのアークがねこのゲーム自体はね運営がねっていうところなので、いい加減マジでジェネシス2から下り坂のようにユーザーにとどめを刺してるから、まあ、ジェネ2の前くらいまではまあなんていうの、運営がもうダメだねっていう話はあったけど、絶望的ではなかったんだけど、やっぱジェネシス2あたりから本格的になんかいろんなものが絶望的になり始めたから、そのせいでめちゃくちゃユーザーが多分減ったと思うし、そこら辺でねアーク2につなげるには現状なかなかね厳しい部分もあるので、そろそろねなんか起死回生の一手を打ってくれないと、多分ですね結構積んじゃうんじゃないかなと思っていることも あるんじゃないかなという次第でございますので、そろそろどうかドリー、ドリー今勝負の出所だよ、アーク2に向けて今が勝負ですドリーさん、なのでちょっと言っていただければいいんじゃないのかなというふうに思っている次第ではございます。といったところでですね、僕が実は一番気になっている最近の直近のニュースで、カルカルドントサウルスどうなるんだいっていうのをピックアップしてまいりましたが、皆さんもねぜひね英語のね情報しかないので、ほぼほぼねなんか新しい情報とかね持っている人いたらぜひ教えていただけるととてもねありがたいですね。僕はねギガノ島の親戚であるカルカルドントサウルスねめちゃめちゃ待ってるし、恐竜宣言のためにカルカルドンカルカルドンカルカルドンとか言ってたので俺ね虚しくねデスモダスとなんだっけディノピテクスかが採用されてしまったので、そろそろ来てもいいんじゃないかという形で、僕は待ちに待っておりますので、
ぜひね、あのいい加減リリースとか情報だけでも攻めて欲しいなと思ってる次第ではございます。という形で本日は、2022年のアーク1最後のコンテンツ、カルカルドントサウルスですね、新恐竜ですねっていうところをピックアップしてまいりました。マジでいい加減情報くれないと本当になんかあの急に出しても意味ないと思うので、本当頼むよというところで、あのカルカルドントサウルスがちゃんと2022年に出るように、僕は、願いながらこの動画を終わりたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。